私たちは私たちを愛してくださった方によってこれらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのですローマ人への手紙発祥でパウロは私たちクリスチャンに次の問いを投げかけています。 誰が私たちに敵対できるのか誰が私たちを訴え罪に定めることができるのか誰が私たちをキリストの愛から引き離すことができるのか誰にもできないそれがこの一つ一つの問いに対する答えですローマ人への手紙8章28節から39節をお読みします 神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには神がすべてのことを働かせて、益としてくださることを私たちは知っています。なぜなら神はあらかじめ知っておられる人々を巫女の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは神 巫女が多くのの兄弟たたちの中でで長子となられるためです。神はあらかじめ定めた人々をさらに召し、召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに栄光をお与えになりました。では、これらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのために。 ご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして、御子と一緒にすべてのものを、私たちに恵んでくださらないことがありましょう。神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか神が義と認めてくださるのです。罪に定めようとするのは誰ですか死んでくださった方。いや、蘇られた方であるキリストイエスが、 神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださるのです。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか観難ですか苦しみですか迫害ですか飢えですか裸ですか危険ですか剣ですかあなたのために、私たちは一日中、死に定められている。 私たちは、ほふられる羊とみなされた、と書いてあるとおりです。しかし、私たちは、私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても、圧倒的な勝利者となるのです。私はこう確信しています。死も、命も、見つかいも、権威あるものも、 今あるものも、後に来るものも、力あるものも、高さも、深さも、その他のどんな秘蔵物も、私たちの主、キリストイエスにある神の愛から、私たちを引き離すことはできません。神がすべてのことを働かせて、益としてくださることを、私たちは知っています。 パウロは救いが神様の一方的な選びによるものであり、恵みであると教えています。救われた人々が神の家族とされることも恵みです。そこには私たちの能力や努力が介入する余地はありません。イエス・キリストを信じ、神様の招きに応えるすべての人に救いの門は開かれています。私たちが神様の招きに応え、 神様の計画の中に生きるときに、目に見える状況がどんなに揺り動かされても、最終的には神様の最善がなされる。そこに聖書の教える希望があります。益となるとは、必ずしも、私たちの願うようになるということではありません。益となるとは、私たちの人生に、神様の最善がなされることです。パウロは、 私たちが神様の願う姿へと変えられること、すなわち、キリストに似たものへと変えられることが、救いの究極的な目的であると教えています。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。神様は、私たちを罪と滅びから救うために、愛する一人子を犠牲にしてくださいました。 一番大切なものを犠牲にして私たちを救いご自身の子供としてくださった方は私たちにいつも関心を向けどんな時も共に歩んでくださる方ですパウロの人生は試練の連続でした同胞から迫害を受け石打ちにされ鞭打たれ牢につながれたびたび命の危険にさらされましたパウロだけでなく、 当時のクリスチャンは皆困難な状況に置かれていましたが使との働きには彼らが精霊と喜びに満たされ力強くキリストを明かし続けた様子が記されていますキリストは生きておられる神が私たちと共におられるその確信が彼らの力の源泉でした一世紀のクリスチャンを通して力強く働かれた神様は 今の時代に生きる私たちをも通して力強く働いてくださるのです神様は私たちの味方です神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか神が義と認めてくださるのです聖書の中で悪魔は告発者また訴える者と呼ばれていますこの呼び名は 神の子供とされた人々の過ちや罪を見つけては訴える口実を得ようと熱心に働いている悪魔の性質をよく表しています私たちと神様との関係を壊すことが悪魔の目的です聖書はキリストの流された犠牲の血によって神の子供とされた人々はその全ての罪が許され神様の目に正しいものとされていると教えていますパウロは、 救われた私たた私ちを神様が義とと認めててくださったと語っ語いますしかし救われているにもかかわらず罪を犯す自分の姿を見てがっかりすることはないでしょうか聖書はそのような私たちにキリストにとどまるなら罪を犯し続けることはできないと語っていますまたたとえ罪を犯しても 神様に立ち返る道がいつも用意されていることを教えています。ヨハネの手紙第一一章七節と九節をお読みします。しかし、もし神が光の中におられるように私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。もし 私たちが自分の罪を言い表すなら神は真実で正しい方ですからその罪を許しすべての悪から私たちを清めてくださいます悪魔がどんなに訴えても光の中を歩むクリスチャンを罪に定めることはできないのですどんな非造物も私たちの主。 キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません神様が私たちの味方となりいつも共にいてくださることキリストの流された血によって私たちのすべての罪を許し義と認めてくださることその全ての恵みは私たちに向けられた神様の変わらない愛から出ています聖書は 私たちに試練と無縁の平穏な人生を保証してはいません聖書が私たちに約束しているのは嵐の中でも失われない平安ですどんな時にも良き羊飼いであるキリストが私たちを決して見放さずに共に歩んでくださるという確かな約束ですキリストと共に勝利者として生きる人生です 神様に信頼して歩む人生には希望があります私たちに対する神様の変わらない愛から生まれてくる確かな希望です